あ,あ、はい。それではですね、あの、始めてまいります。リサンサイ基礎論の12回目です。あの、1月になって初めてですけども、えっと、あとですね、あ、そうか、えっと、まずあの、今日あの、ラグランジュ緩和って話をするんですけども、ラグランジュ緩和って話を、えっと、今回と次回やっていきますで。それでですね、えっと、動かなかったですね。はい、あれ動かないな、ちょっと待ってくださいね。えっと、これで、 あおきましえっ、ー、とですね、えっ、ー、と、あの、十月からずっとやってきてるんですけども、えっ、ー、とですね、授業としては、授業としてはですね、えっ、ー、と、シラバスでは、あの、十四回目のところはまとめにして、十五回目予備にしてたんですけども、えっ、ー、と、ちょっと十四回目は、あの、毎九回って話をすることにしようというふうにちょっと変えます。で、毎九回あの、この、雪上平面法の時にですね、えっ、ー、と、分子雪上法の、 あの説明少ししまして、で、その分析情報を考えるときにですね、いろんな、あの、パラメータというか、あのことあの考える必要がありますよ、考えるオプションがありますよっていうことを言ったんですけども、そのときに、このあの前9回のことも少し触れたんですね。ただ、あの、それについてちょっと詳しく話すことが、えっと、計画になかったので、まあ、それを入れるということにします。で、それが、まあ、この14回目になると。で、えっと、15回目。 っていうのが1月31日なんですけども、その日をあの期末試験にするという形で進めていこうと思います。で、期末試験についてなんですけども、えっと、これ。えっと、これあの、授業のページです。で、えっと、試験っていうのがありまして、ちょっとそこに書いたんですけども、こんな感じです。1月31日の、えっと、この時間帯に行うと。で、えっと、教室は、あの、1813です。あの、 教室にいる人はこの部屋なんですけども、教室にいない人は、えっと、一回来てもらうといいと思います。西8号館の1階の1・3・2という部屋です。で、えっと、まあ、つまりこれ対面の授業を行っている教室と同じところで、まあ、ここで1月31日,日にやるという形にします。で、まあ、90分やるということになります。で、一応ですね、ここに書いてある通り、ここに書いてあるって言っても、ちょっと、反転で見るかな。反転できましたね。 えっと、これですね。えっ、ー、と、注意というか、まあ、補足というか、まあ、こんな形で、A4 用紙2枚両面に自筆記入したもののみ持ち込みかって形にします。だから、あの、持ち込んでください。ただ、それはその A4 用紙、A4 用紙っていうのはそのサイズが A4 である用紙ですね。の2枚両面。だから、都合4ページ分というか、 それだけのところに、あの自分でってで帰、あの記入したものは申し込みかということにしますので、まあそういうちょっとあの、準備してきてくださいという形になります。ので、まあそういう形で行うということにしようと思います。まああの90分で終わるような内容のあの試験というつもりなので、あの、なんだろうな。えっと、何で言えばいいんでしょうね。 難しすぎるというか、あのー、なんて言えばいいんだろう。まだそは計算として、計算としてすごくなんか、あの、手の込んだというか、あのー、やりたくないような計算と言っていいんですかね。なんて言えばいいのかってわかんないんですけども、あの、そういうようなことはあんまり聞かないつもりで、まあ、どちらかというともう少しあの、理論的なものが主になるんじゃないかなっていう気はしますけども、えっと、まあ、あの、90分で終わる、 あの、十分できるような内容にしようと思いますけども、まあ、そうであったとしても、この,の A42 枚、両面に、あの、持ち込んあの、あの、自分の手で書いたものを持ち込んでもらうことは、まあ、想定しているという感じなので、まあ、そういう意味では、あの、なんだろう、まあ、用語の定義であるとか、まあ、考え方であるとか、まあ、そういうものは、これ、あの、 こういう形で書き込んで持ち込んでもらって、まあそれをあの見ながら考えてもらうっていう形でいいのかなっていうふうに思いますので、まあそういうつもりであの試験には臨むようにしてくださいということになります。はい。ということで、えっ、ー、と、そういうふうな形の予定でやっていきますと。と で、まあ一応その、あの、この上にはこのなんか社会情勢により変更となる可能性はありますっていうふうにありますけども、まあ1月中に何か起こりそうな感じあんまりしないので、えっとこの通りで、えっと期末試験を行うという形で進めていこうと思います。よろしくお願いします。はい。それでですね、えっと、まあ自分的なことは以上になりまして、えっとそれでですね、 えっと、今日の内容なんですよ。先ほどあの言っていたこのラグランジュ緩和って話をします。で、あの、我々今までですね、この整数計画問題を解くときに、線形計画緩和というものを使って、まあ、それをあの繰り返し解く、あるいはそれを、あの、うまく解くことによって、整数計画問題を解きましょうって話を、まあ、していたわけです。でですね、実はですね、その、あの、緩和と呼ばれるものは、あの、線形計画緩和以外にも実はいろいろあったりします。で、その、あの、例として、今回と次回、 ラグランジュ緩和というものをご紹介します。でこれはですね、あの、整数計画問題に限らず、一般的にですね、その数理計画問題であるとか、数理最適化においては、非常に、えっと、重要な えっと、概念、あるいはテクニックになってまして、まあ、そういう意味でもですね、あの、まあ、その、離散最適化とか、その、生成計画問題を超えて、いろんなところで使われるような概念になってます。で、皆さん、あの、微分析文とかですね、そういうものをですね、あの、イニシの、見 <laughs> ニとか言っちゃいけませんけど <laughs>、大学1年生とか2年生の時にですね、こう学んだことがあるかもしれませんけども、その時にですね、あの、ラグランジュの未定常数法とか未定係数法と呼ばれるような、えっと、手法を学んだことがあるかもしれません。で、それはですね、あの、 取りも直さずですね、最適化なんです。なんかある、あの、条件のもとで関数〇〇の最大値を求めようとかですね、最小値を求めようとか、そういうような形の問題をですね、そのラテ、あの、ラグランジュの未定常数法、未定係数法と呼ばれるもので、えっと、解くってことをしていた。あるいは、あの、皆さん今、現在もしているというふうに思いますけども、えっと、それと、 ほぼ同じような雰囲気。ほぼ同じ雰囲気って何言ってるかわからないですけども、まあ、同じ雰囲気を持つものが、このラグランジュ緩和です。で、あの、いろんなところはですね、あの、すごく共通した考えがあるんですけども、えっと、ややこしいのはですね、普通その微分積分とかで扱うそのラグランジュの未定係数法、未定乗数法と言ってるのは、その条件、まあ、あの、 的かの言い方で、うとで、えっと、そのある関数を最大化とか、最小化するとかっていう話がよく出てきます。で、一方で、あの我々が使っているような整数計画問題とか、まあ、それをあの、えっと、まあ、そのような問題では、えっと、不等式が出てくるんですよね。で、不等式が出てくると、そこら辺の話はですね、途端にややこしくなります。途端にややこしくなります。で、だから、それやっぱりその等式とです、ね、不等式っていうのは、やっぱりなんかその、 根本的になんか違うっていう部分があったりして、ややこしいんですけども、まあ、あの、その一端をですね、今日はご紹介するという形になります。はい。で、えっと、長々と喋っていっていけないんですけども、えっとですね、それでもう、もう一個注意は何,何かというとですね、これ、あの、いろいろとなんかあの、ちょっとあの、なんだろうな。 自己研究というか、なんか自分で考えたこととかをいろいろとですね、スライドに盛り込もうとして、あの、この週末とかいろいろと考えていたんですけども、なんかだんだん考えてることが、なんか間違ってることが分かってきてそう、そういうものがなんか省かれることによってですね、最終的にスライドの枚数がだいぶ減ったんですけども、しかもですね、先ほどちょっと見ていたら、やっぱりそれでも間違ってる部分があったりして、先ほどなんか10時8分ぐらいにこれあのスライドをちょっと書き換えたりしてるので、もしかしたら皆さんの手元にあるものは、の今からこの授業で使うスライドと,と違う かもしれません。なのでその点はちょっとあのご了承くださいとご了承くださいという形になります。で、ネガワば今日話すことは全部合ってるということになっていてほしいと。で、まあ、間違っているかもしれませんのでそのような点はあの十分あの気にしながらあの理解するようにしていってください。よろしくお願いします。だかまあほぼその自主研究はなくなったって感じなんですけども、えっ、ー、とまあ、それは置いといて、あの今日はラグランジュ関数の話をしていきます。で、どういうものか。 えっと、まず、まあ、その殴グランジュ緩和と呼ばれるものの例をあのご紹介します。で、えっと、解きたいのは、やはりこう、線形計画問題なわけです。で、えっと、今までこの緩和と言っているときに扱っていたものは、線形計画緩和だったわけです。線形計画緩和。で、線形計画緩和はどういうふうに作っていたかというと、まあ、ここにあるような整数計画問題があったら、その変数が整数値を取りますよという制約があったんですけども、それをなくすと。 基本的にはですね、なくすっていうのが、線形計画緩和の作り方、作り方だったわけです。こんな感じですね。これですね。で、まあ、あの、図で見ると、この整数点しか取らないところが、この領域ですね、まあ、あの、突多面集合を許容領域に持つような形で置き換えられるというのが、この線形計画緩和だったわけです。で、えっと、この線形計画緩和なんでこれ嬉しかったかというと、いろんな側面があったと。で、そういう性質というのは、 えっと、初めの方の授業でご紹介したんですけども、特に、まあ、ここの、あの、三つの、えっと、性質があったと。まずですね、この線形計画緩和の許容領域を見ると、それはですね、元の整数計画問題の許容領域を含んでますよと。そういうような、えっと、性質を持ってます。まあ、それはその制約をなくしているわけですから、制約を取り除いて右の問題を作っているわけですかそれはまあ正しいと。なります。 で、なおかつ、えっと、そういうことになっているので、えっと、緩和問題ですね。この選計画緩和の最適値は、えっと、この解きたい整数計画問題の最適値以下になってますと。まあ、これはその最小化問題だからですね。これ最大化問題の場合には、この不等式の向き逆になりますけども、最小化問題の場合には、緩和問題の最適値が、元の問題の最適、最適値の可解を与える、という形になっていたわけです。はい。で、それは、あの、重要な性質だったと。 で、しかもですね、この線形計画緩和っていうのは、えっと、解きやすい問題になっているというのは重要でした。えっと、もともとですね、この整数計画問題っていうのを解く方法がわかんないんだけども、線形計画緩和、つまり線形計画問題に対してはいろんな効率の良いアル,アルゴリズムが知られています。ということなので、それを使うことによって、この線形計画緩和をまあ繰り返し解いて、なぜかこの整数計画問題が解けるようになっているというような仕組みが、今まで話してきた内容だったわけです。 でこれはですね、この線形計画緩和に対しては、この3つのですね、えっと、性質が、 えっと、成り立ってるわけなんですけども、まあ、別に言うすると、この三つの性質を持つような問題を考えてあげれば、それはですね、まあ、どんな問題でも良いということになります。で、その一つとして、今まではこの線形計画緩和というものを使っていたんだけども、まあ、そうじゃない問題であっても、この三つの性質、あるいはその三つの性質に近い性質を持っているような問題であれば、我々のその目的が達成できるだろうというふうに思うわけです。で、そういうふうに思って、別のですね、形で緩和問題という 呼ばれるるものをを作っっててみみとということをやってみますで緩和問題の一般論っていうのは実はあったりしてこういうものを緩和問題と呼ぶんですよとかっていうようなやり方はあるんですけどもちょっとそれをやるのはですねちょっと小手はつらいのでやっぱり電気計画でもう一つの例が次に挙げるラグランジュ緩和です。 で、ラグランジカンはどうするかというと、先ほどはですね、整数計画問題のこの整数制約ですね、この変数が整数の値しか取りませんよっていうものを落とすってことをしたんだけども、えー、っと、ラグランジカンはどいた何ができるかというと、えー、っと、任意の制約を見ます。で、この場合は例えばこの X1 が1以下であるってこう制約を持ってきます。で、これをなくすってことをします。で、ただなくすんじゃなくって、これをなくすときに、これがですね、この、 えっと、ラグランジュカーマにおいては、このも、なんか目的関数にそれに対応するような項がくっつくように、に出てきています。で、これがどういうものなのかってことを、まずちょっと説明する必要があるんですけども、えっと、まずま、ね、まあ,こあま、このピンクの部分、これがですね、まあ、色が見れることを、ちょっとあの、期待してますけども、ピンクの部分、これがですね、まあ、対応しているってことになります。で、まあ、どう対応しているのかは、あと言うんですけども、その対応している部分の前に、このラムダっていう、えっと、係数がついてます。これは、実数です。 実数です。で、えっと、この場合はですね、実は、えっと、えっと、0以上の実数になります。0以上の実数になります。で、えっと、まあ、な、まあ、なんで0以上にするのかってことは今から言うんですけども、まあそういう、いや、今このラムダって形でついていると。で、このラムダかける x 1 1っていうのを、この、えっと、目的関数に加えます。で、それを加えたら、その元となっていた制約は、このラグランジュ関話においては取り除く。っていう形のことをしています。 で、えっ、ー、と、これ、は気分は何かというと、今ですね、えっ、ー、と、例えば、あ、からかた今、えっ、ー、と、この右の問題、このラグランジュカンマにおいては、もともとの問題 P にあった X1 が1以下であるっていう制約がないわけです。だから、えー、今この右の問題ですね、右の問題においては、X1 が1を超えていても構わない、1よりも大きくても構わないということになります。 ただし、そういうことが起きたと、起きた時には、この目的関数において、それ、その x1 が1以下という制約を満たしていないことをペナルティ、罰として加えてあげましょう。という気分が、この後ろのラムダ ×x1-1 という部分に現れているというふうに思ってください。つまり何なのかというと、ちょっと書きますと、今ですね、この x1 が1以下っていう制約が満たされていないとすると、 満たされないとすると、何が起きているかっていうと、x1 は1よりも大きいわけです。で、これはですね、書き換えると、x1-1 が1より、えっ、ー、と、0よりも大きいと,ということを意味します。で、この時にはこ、このラグランジュ緩和において、この目的関数にこの付け加えられた x-1、この部分が正になっているわけです。 で先ほど言った通り、このラムダっていうのは実数なんですけども、えっと、0以上であるような実数であるというふうにします。でそうすると、今言った通り、このですね、左の元の問題における制約、X1 が1以下であるという制約が満たされていないときには、このラグランジ緩和においての付け加えた、ラムダ ×X1-1 という部分が必ず正になります。そうすると、本来は最小化したかったんだけども、 元々の制約が満たされないことによって、もう余分なものが正となって、えっ、ー、と、寄与してくるので、えっ、ー、と、最小化されにくくなる。なんて言えばいいんでしょうねな。なんて言えばいいんでしょうね。えっ、ー、と、目的関数値が大きくなる。<laughs> ってことになります。つまり、目的関数値を小さくしようとするんだったら、元々の制約が満たした方が良いというような気持ちになるわけです。というような形で、ここの、あの、新しい問題を作っている。というのがラグランジュ緩は なります。雰囲気はいいでしょうか。で、このようにして新しい問題を作って、それをまあラグランジュ緩和というふうに呼びましょうというふうに言っています。で、まあ、なんで緩和と呼んでいるかというと、先ほどのあのイメージで言うと、えっと、この許容領域見ますと、えっと、ラグランジュ緩和の方では元々あった制約を取り,除取り除いているので、ラグランジュ緩和における許容領域は元々の整数計画問題 P の許容領域を含んでいます。 いいですかだからその、先ほどなんか3つぐらい欲しい性質があったんですけども、そのうちのまあ1つは満たされているということになります。で、ちょっと気をつけられていけないのは、ちょっと戻りますね。だから今この、はじめのこの性質、これは満たされている形でいいんですけども、この、えー、っと、そうだからといって、この解きたい問題の最適値、 と、緩和問題の最適値を比べたときに、この不等式が成り立つかどうかってことは、すぐには言えません。なんでかというと、ラグランジュ緩和と元の問題を比べると、目的関数が違うからです。目的関数が同じであるんだったら、この共有領域の方眼関係から直ちに、緩和問題の最適値が、整数計画問題 P の最適値の可解になるってことは言えるんですけども、この目的関数これ,これ変わってるので、それは直ちには言えないことになります。ただ、 あとで実際それは正しいということを言います。つまり、えっと、ラグランジュ緩和の最適値は、整数計画問題の最適値の高いになります。これ、あとで一般論のところで証明しようと思います。で、それがこの二つ目の部分ですね。だから、この緩和問題に求められる性質っていうのは、ラグランジュ緩和においても、この上の二つ、これはですね、えっと、満たされる形になります。で、 この最後ですね、この解きたい問題よりも、この緩和問題の方が解きやすくなってほしいってことが求められるんですけども、要求されるんですけども、このラグランジュ緩和においては、それはですね、よくわかんないんですね。なんでかというと、先ほどあの初めに考えていた線形計画緩和においては、戻りますね。線形計画緩和においては、整数制約をなくすことによって、線形計画問題になるので、線形計画問題に対するアルゴリズムが使えて嬉しいという形になったわけです。 一方で、今作ったですね、ラグランジュ緩和っていうのを見ると、これ整数制約、これ残ってるわけです。残ってるので、このラグランジュ緩和も、これ整数計画問題なわけです。だからさ、先ほど言っていたような、なんか整数計画問題から線形計画問題を作って、線形計画問題の効率のアルゴリズムを作りましょう、扱いましょう、とかっていうような、えっと、道筋が、このラグランジュ緩和においては使えません。 そうであるにもかかわらず、ラグランジュ緩和が有効な場合っていうのがいくつかあります。それは、あと後で、あの、えっと、あれですね、巡回セールスマン問題を例にしてご紹介します。えっと、先回りして言うと、巡回セールスマン問題においては、ある種のラグランジュ緩和を作ると、そのラグランジュ緩和が実は効率よく解けるってことが言えます。ので、まあそういう場合にはこれ有効でしょうと。それってラグランジュ緩和有効でしょうということになります。 で特にそれがですね、あの、なんだろう。えっと、せん、えっと、せいく解けるとかっていう話になると、それは、それでまた、あの、もっと嬉しくなるわけです。でそういうことは実際にさあ、後で起こるというふうに思っていてください。はい。というのが、えっと、ラグランジュ緩和の例です。ここまでいいでしょうか。で、ここでやっていくという形になります。 ではですね、ちょっと一般論の話という形でやっていこうと思います。一般論ですね。はい。で、えー、っと、まあ、これ、整数計画問題、一般の形があるというふうにします。で、これ、ここでは、えー、っと、X は、えー、っと、0以上で X 整数取るんですけども、で、えー、っと、 えっと、制約は、それ以外、あの、この不等式制約になっていて、そのなんか不等式制約が、なんか、こう、二つに分かれているというふうに思ってください。先ほどの例でいうと、なんか、いくつか、ちょっと戻りますね。いくつか、こう、あの、不等式制約がある、ある、二つあったんだけども、そのうちの一つを取ってきて、それを、この、えっと、目的関数に持っていくっていうことをしたので、まあ、それと同じような形で、まあ、一般的な形であ、ある時にも、なんか、二つの部分に、このなんか不等式制約が分かれているというふうに思ってください。 だから、えっと、今までの書き方だと、えっと、この部分がですね、まとめてなんか AX、えっと、ダイナリイコール B とか,か、こんな形で書かれていたわけです。だ、だけども、この A というのが、なんか、えっと、これは間違えそうだけども、こうですね。A っていうのがなんか A1、A2 っていう,のがこういうふうに分かれていて、えっと、X、えっと、ダイナリイコール、これも間違えそうですね。間違えそうなので間違えないように書かないといけないんですけども、こうですね。 えっと、上が B1、下が B。だから、こんな形になんか分かれているというふうに思ってください。その行列のクがなんか分かれているというふうに思ってもらって、その分かれた部分をこうあの2つの、えっと、式で書いてるというふうに思ってください。で、やるのはですね、そのラグランジュタウンマっていうのを作るときに、この A2X ダイナリイコール B2 っていうのを、えっと、あれですね、目的関数の方に持っていくという形にしたいという形でやってきます。 で、どうするかっていうと、まあ、こんな形になると。今、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、a2x ダイナリイコール b2 っていうのがあったら、この b2-a2x っていうのを作ります。ですかね。で、その前に、まあ、係数として、ラムダっていう、えっ、ー、と、ベクトルが来ているというふうに思ってください。先ほどの例では、一つの、えっ、ー、と、制約式だけを持ってきて、あの、この、ラグランジュ緩和の 目的関数に持ってきていたので、このラムダっていうのは、えっと、一次元ベクトル、つまり、スカラーだったわけです。でも一般的には、この,このたくさん、えっと、制約がある。こ今これ、えっと、B2 っていうのは、えっと、M2 次元ベクトル。なので、えっと、この B2-A2X ってこれは M2 次元です。M2 次元ってわかんないです。M、あ、書けなかった。 m2 次元です。だから、このラムダっていうのも m2 次元のベクトルであって、だから、えっと、そういう意味では、ここの内積は、ちゃんと書こうとすると、えっと、i が1から m2 までで、ラムダ i かける、えっと、b2 マイナス a2x の大 i 成分。こんな形になっているというふうに思ってほしいわけです。いいですかね。ちょっと字が汚くて何書いてるかわかんないわけですけど。いいですかね。という形になっていると。だからそ、そういうこの和を、 この内積で書いてるというふうに思ってください。で、このラグランジュ緩和を作るときには、それを、えっと、目的関数に加えると。で、その、えっと、それに対応する制約は、ラグランジュ緩和では取り除かれるという形で、このラグランジュ緩和というものが作られるという形になります。で、ラムダは定数です。なんか、まあ、うまく決めるんだけども、えっと、えっと、0以上であるとは重要です。で、そうする。 ちょっと先ほど、えっと、言ったような形になっているわけです。つまり何かと、この x というのが a2x ダなりイコール b2 という制約を満たさない場合、満たさないとき、えっと、つまりこれ a2x、あ、これはちょっと書き方が難しいからやめとこうかな。書き方が難しいからやめといて、これで、だからここでまたその変なこと言うと間違うので、ちょっと言わないことにして、えっと、だから、えっと、そうですね。 これが先ほどの例の時と同じような形でこの罰則として来ているという形になっているというのが直感です。P における制約の非重則っていうのがこのラグランジュ緩和においてはこの罰則として目的関数に足されているという形になっているということになります。よろしいでしょうか。でこれがあのラグランジュ緩和です。 で、今はですね、あの、この不等式標準形っていうふうに書いていて、この制約これ全部あの不等式になってるんですけども、これ実は、ま、あの、不等式と、えっ、ー、と、等式が混ざっている場合でも同じようにできます。で、その時に、この不等式をこの罰則に持っていくきには、このように行うというふうに思ってください。はい。で、そうすると、えっ、ー、と、先ほど言っていたですね、えっ、ー、と、許容領域。 を比べると、このラグランジュ換話の方が共容領域が大きくなっているというか、ラグランジュ換話の共容領域が元の整数計画問題 P の共容領域を含んでいるってことは簡単にわかります。では、えっと、この最適値ですね、目的関数比べたらどうなっているのかってことを今から考えます。それがこれです。この性質です。今この両方、この問題二つとも、 最適解を持つんだったら、P の最適値、左側の最適値っていうのは、右側の問題、ラグランジュ緩和の最適値以上になります。つまり、ラグランジュ緩和の最適値は、えっと、元の問題の最適値の可解になるということになります。で、これが先ほど、あの、緩和問題に対して要求していた性質の2番目にな,になりまして、これが必ず成り立つということが言えます。で、今からこれちょっと証明していきます。そんなに難しくないです。からやっていきます。 で、えっと、ここでは、まあ、最適解を持つと言っていて、最適値をこう、比べようとしているのだ,だから、まあ、最適解を持ってきます。えっと、この P の最適解を持ってきましょう。これですね。で、それを今、X スタートします。で、そうすると、P の、えっと、最適解、X スターっていうのは、この P の制約をこれ全部満たすわけですから、えっと、えっと、その P の制約を減らした、このラグランジュ緩和の,の許容解になっています。ラグランジュ緩和の 制約も満たしますから、ラグランジュ緩和の共有会になっています。X スターは L ラムダの共有会です。いいですかということは、L ラムダの最適値と L ラムダにおける X スターの目的関数値を比べると、ここに書いてあるような不統合が得られます。だから、L ラムダの最適値は、L ラムダにおける X スターの目的関数値以下になります。で、ここに書いてあるものが、X スターにおける L ラムダの目的関数値です。 それ、ここですね。この目的関数の x を x スターにしたものです。では、これです。いいですかね。そうすると、今、x スターっていうのは、この元の問題の境界ですから、a 2 x、a に x スターは b 2以上であるという制約を満たします。つまり、この b 2マイナス a 2 x スターっていうのは必ず0以下になります。ベクトルとして0以下になります。どの成分も0以下です。 一方で、このラムダっていうのは、えっと、0以上の、えっと、ベクトル、定数ベクトルですよっていうふうに言ってました。これ重要というふうに言ってました。いいですね。で、そうすると、えっと、どの成分も0以上であるようなベクトルと、どの成分も0以下であるようなベクトルの内積は、これ必ず0以下になります。これはスカラーですけども、これは0以下になります。いいですかこれちゃんとやった方がいいかな。 わかりますよねわかりますよねって言いいかないかわかりますかいいですかこれ反応ないときはやった方がいいってことなんで、えっと、やると、消えないな。えっと、これはつまり、えっと、先ほどのように、この、あの、和で書くと、i で書くと、ラムダ i かける b にマイナス a に x スターの大 i 成分のこの和という形になるんですけども、さ、今言ったことから、このラムダ i は必ずゼロ以上。 で、この、えっ、ー、と、後ろの方をこれ、必ずゼロ0以下って形になるので、この輪の中身はどれもこれ0以下なわけです。で、0以下のものを足してますから、全体としてもこれ0以下という形になるわけです。これ色変えようかな。全体としても0以下になるということになります。ということなので、えっ、ー、と、この後ろに書いてあるこの部分、これを、えっ、ー、と、なくすと、 ここに書いてある不等号が得られますという形になります。で、ちょっと書き込んだものが、ちょっと、醜さを助長してるので、ちょっと消しますね。という形で、ここの不等式得られます。あ、しまった。これですね、この不等式得られます。で、こう今、c.jx star っていうのができてるんですけども、これは、えっと、これですね。えっと、p の、えっと、 せえー、と目的関数の X が X スターになっているもので、X スターは P の最適解っていうふうに言ってたんだから、これは P の最適値ですか、ね。ということで、P の最適値は、と,、えー、と L ラムダの最適値を比べると、この向きの不等式、不等号が出てきますよ、ということになって欲しかった性質が得られました、ということになります。よろしいです。 はい。ということで、えっと、必ずこのラグランジュ緩和の、えっと、最適値っていうのが元の問題の最適値の可解になるということが言えまして、まあ、これはですね、先ほどというか初めに言った線形計画緩和の時と同じ性質をラグランジュ緩和を持つということが言えたわけです。で、ここで、えっと、もう一度重要だっていうふうに言ってるのは、このラムダがゼロ以上でないとこの性質言えないということです。だからそれは重要な、あの、ラムダに対する、えっと、性質として要求しているものだというふうに思ってください。 よろしいでしょうかえ。そうすると、このラグランジュ緩和を作るときには、このラムダってこの定数ベクトルですね。これをまあ、あの、決めてあげると一つラグランジュ緩和が作れるんですけども、このまあ、定数ベクトル、ラムダっていうのは、まあ、どんなものを取ってきてもいいわけです。0以上だったら。どんなものを取ってきてもいいわけです。で、えっと、どんなものを,とを取って、 取ってきたとしても、この P の最適値の可解が得られるので、実を言うと、このラムダをとしてどのようなベクトルを取ってくるかによって、この L ラムダの最適値これ変わってきますから、えっと、P の最適値の可解を得るという意味においては、この L ラムダの最適値ができるだけ大きくなるようなラムダっていうのを考えてあげると、そこから得られる可解っていうのが、我々にとって都合が良いことになります。都合が良いことになります。 ということなので、願わくば、そのようなラムダっていうのをが、を、えっ、ー、と、そのようなラムダを考えてあげられると嬉しいということになります。で、そういうものに、ちょっと名前がついてるということになります。あ、これは、でそれがですね、えっ、ー、と、そういうものを求めましょうっていう問題のことを、ここで、このラグランジュ相対問題とか、ラグランジュ相対というふうに言ったりします。これ何かというと、これは、大丈夫かな。 教室の人いろ色ろ見えないかもしれませんけども、この黄色の部分、この中に書いてある部分、これは上のラグランジュララグランジュ緩和と同じです。で、この中においては先ほど言った通り、ラムダは定数なわけです。で、その最小値を最大化するようなラムダを見つけてくださいっていう問題がラグランジュ相通問題です。ですかだから、これちょっとなんか2段階問題になっていてやりやこしいんですけども、中は、 ラムダを定数だと思って X で最小化すると。で、その最小化したものができる最大きくなるようにラムダを選びなさいっていう問題です。わかりますかねいいですかねだからなるなんか、この入れ子になっているようなこういう最適化問題は考えにくいかもしれませんけれども、先ほど言った通りの、えっ、ー、と、モチベーションで、このラグランジュ緩和の最適値をできるだけ大きくしたいという、そういう問題だと思ってください。 ま、左に書いてありますけども、これは、このラグランジュ関は L ラムダの最適値として得られる P の最適値の価格として最大のものを求める問題です。うん。だからまあ、もともとこのラムダっていうのは定数なんですけども、その定数として、このラグランジュ感の最適値ができるだけ大きくなるものを選びたいとい。で、それを選ぶ問題っていうのが、この別の最適化問題として、ここに、えっと、ラグランジュ装置として書かれているというふうに思ってください。はい。 で、そうすると、まあ、あの、この LD という、このラグランジュ装置問題、ラグランジアンデュアルの最適解を、えっと、ラムダスターとすると、このラムダスターをこのラムダの部分に入れたラグランジュ緩和っていうのは、先ほど言った通り、P の最適値の可解として、ラグランジュ緩和から得られるものとして一番大きいものを与えます。ので、そういうもののことを最強ラグランジュ緩和っていうふうに言ったりします。 もうなんか名前がちょっと業々しい大げさかもしれませんけども、つまりそのラグランジュ緩和の中で一番大きな価界を与えるので、まあそれを最強と呼んでいる、ストロングストと呼んでいるというふうに思ってください。で、それが、えっと、この最強ラグランジュ緩和という用語の意味になります。意味とか定義になります。ここまでよろしいでしょうか。はい。で、今これはですね、あの、ここの、あの、 のぞいた制約、あるいは、この、えっと、目的関数の方に持っていった、えっとですね、なんだっけ、えっと、制約が、不等式制約の場合の話をしていました。で、まあ、あの、制約は不等式制約だけじゃなくて、等式の場合もあるので、ちょっと等式の場合の話も今からします。それが今、ここですね。もしですね、これ、あの、同じような形なんだけども、この、等式があったら、等式制約があったら、えっと、ラグランジュ関ンにおいては同じような形で、この、えっと、 目的関数ただし、えっと、等式制約の場合には、このラムダに対して、このラムダというベクトルが0以上であるという、えっと、条件は、えっと、必要ないというか、えっと、課しません。まあ、課す必要はないと言った方がいいですよね。先ほど、あの、先ほどのその不等式制約の場合は、ラムダというベクトルが0以上じゃないと、そのラグランジュ緩和の最適値が、 元の問題の最適値の可解になるっていう性質が得られなかったっていうふうに言ってたんですけども、この統規制約の場合には実は、えっと、それを課さなくても、えっと、ラグランジュ緩和の最適値が元の問題の最適値の可解になるっていう性質が言えます。ので、まあ、課す必要がないってことになります。で、なんでかっていうことは今から証明していきます。それ実際やりましょうと。これですね。えっと、両方の問題が最適解を持つんだったら、P の最適値は、えっと、ラグランジュ緩和の最適値以上になりますということになります。 で、これは先ほどと同じような、えっ、ー、と、論法なんですけども、まあ、ここの部分だけが、これ変わってます。この部分だけが変わります。でもう一度まあやっていくと、えっ、ー、と、X スターを、この P の最適化とする、これ先ほどと同じですね。とすると、えっ、ー、と、X スターは、ラグランジュ緩和の、ラグランジュ緩和の平和解です。だと言うと、ラグランジュ緩和の、 えっと、共有域は、元の問題、えっと、P の共有域を含んでいるからですで。そうすると、えっと、この L ラムダの最適値と L、L ラムダにおける、ん違うな。L、ん ?X スターにおける L ラムダの目的関数を比べると、ここに書いてあるような、えっと、不等式が得られるということになります。で、ここで、この、えっと、B2-A2。 x スターっていうのを見るんですけども、これは、えっ、ー、と、もともとの、この x スターというのが p の境界である、p の最適解、つまり境界なので、この a に x イコール b という制約を満たします。つまり、こ、この部分これゼロになるわけです。そうすると、この l, l じゃないな。ラムダというベクトルが何であったとしても、このラムダ点値何とかかんとかっていう部分、これ必ずゼロになります。スカラーとしてゼロになっています。 ってことなので、えっと、ここが統合で C 点値 X スターになります。で、これは、えっと、X スターが P の最適解だったから、C 点値 X スターは P の最適値になるということが言えまして、P の最適値は L ラムダの最適値以上になるということが言えるということになります。よろしいですか で、まあ、この証明を見てみると、この、えっ、ー、と、X スターが P の境界であることから、B, B にマイナス A に X スターが、これあ、そもそもこれゼロベクトルなので、ラムダーが正であろうが、負であろうが、あるいはその符号が、えっ、ー、と、まちまちであろうが、このラムダー点値なんとかかんとかっていう必ずゼロになりますから、ラムダーがゼロ以上であるっていうような、えっ、ー、と、条件は必要ないということがわかります。ですか。で、えっ、ー、と、同じように、えっ、ー、と、この等式を、 えっと、使ってラグランジュ緩和を作るときにも、えっと、ラグランジュ装置問題というのは考えられます。何かというと、ラグランジュ緩和の最適値をできるだけ大きくするようなラムダを見つけましょうという問題です。で、えっと、このラムダにおいては今これ制約はないという形になります。先ほど、その不等式制約をラグランジュ緩和でその処理したときには、ラムダは0以上じゃなくてはいけなかったんだけども、この等式制約の場合にはラムダに対して制約ないと。 いう形になります。まあ、別にこれ制約あってもいいんですけども、制約がなければ、この最大値がより大きくなる可能性があるわけです。なので、まあそのいらない制約は、まあできるだけ省いた方がよろしいということで、まあつけてないと思ってください。で、これが、まあ不等式の場合と同じような形で、ラグランジュ小対問題と呼ばれるもので、その最適値を与えるラムダスター、 LD の最適解をラムダスタートすると、そこから得られるようなラグランジュ緩和のことを最強ラグランジュ緩和と呼びますと。ということは、先ほどの不等式の場合と同じ用語になります。はい。ここまでいいでしょうか。まあ、これが一般論という形になります。で、こんな形で、まあ、あの、好きな制約、その等式制約であろうが、あの不等式制約であろうが、それをこのような形で、えっと、ラグランジュ緩和においては、えっと、取り除いて、 ペナルティとして、えっ、ー、と、なんだっけ。えっ、ー、と、なんだっけだって。目的関数に持っていくということをするということをするわけです。ここまでいいでしょうかあれはい、そうですね。ここまでいいでしょうか。で、えっ、ー、と、時間がまだありそうだから言うとですね。えっ、ー、と、このようなですね、この制約を、この、あの、なんだっけ。 えっと、目的関数に持っていって制約を減らすっていう技法。これはまあ、最適化においてはラグランジュ緩和というふうに言ったりしますけど、えっと、これですね、なんてかわかんないんですけども、あ、こういうふうということ言うと怒られるからや,やめようかな。えっと、こういうこと言うと怒られるからやめるんだけど、や,やめないで違う言い方します。<laughs> 違う言い方すると,、えっと、こういうような技法ですね。こういうのうな技法、実はですね、機械学習でもよくあって、こういうの、あの、機械学習でよくですね、生息化っていうふうな形で出てきたりします。 今から怒られることを言います。やっぱり怒ら,る怒られることを言いましょう。えっと、なぜかですね、機械学習の人はですね、ねこういうあの制約の、なんてか思うんだけで、制約がある問題をすごく、あの、なんだろうな。制約のある問題を非常に嫌がるので、制約、あ、聞けないな。非常になんか嫌がるようで、なんかこれ制約があったら、このなんか制約を、 こんな形でなくして、それをこの、なんだろうな、あの、罰則のような形で、えっ、ー、と、なんだっけ、目的関数に持っていくってことをよくします。で、今、あの、この形、このやり方では、まだこれ制約これ残ってるんですけども、えっ、ー、と、もうこの中あの、この、すべての制約をですね、もうことごとくですね、この、あの、ラグランジュ緩和の所上に乗せて、制約を全くなくすようなことを、機械学習ではよくします。で、そうすると、制約のない問題になって、実はですね、制約のない問題に、 の方がですね、アルゴリズムそいうのは簡単とか言うと、またこれを怒られる。でも,も怒られることは言ってませんね。でもまあ、怒られることを正直言うと、まあ、あの、簡単な部分があって、なので、えっと、こういうなんか制約のある問題じゃなく、を、その、こういう形で、あの、ラグランジュ緩和することで制約をどんどんなくしていって、結局その制約のない問題を解くってことをよくしたりします。 で、ま、気分としては、それは、あの、気分じゃなくて、えっと、そういうのはですね、あの、機械学習で、生息化っていう形で、現れたりするんですけども、あの、やってることは、このラグランジュ緩和と同じであるということになります。だから、ま、それはなんか、二つの、あの、分野で、なんか違う用語を使っているような形なんだけども、まあ、あの、本質は変わらないと私は思ってます。はい。それは余談お。怒られる余談です。怒られるまあ怒ってもまた構わないんで。はい。あの、怒られることは別に慣れてるので、別にあの、いいんですけども、えー、っと、 そういうものになっております。うん、はい。で、まあ、余談は終わりまして、えっと、ここからですね、あの、TSP の話、TSP って何だったかというと、巡回セ質マン問題。巡回セ質マン問題の話をしていこうと思います。で、巡回セ質マン問題に対して、先ほどのラグランジュ緩和っていうのを使っていこうという話をしていこうと思います。で、それがですね、この次の部分で、この巡回セ質マン問題と一置機というな話になります。で、えっとこうやって、あの、修正する前はですね、この間になんか、たくさんスライドが んですけどもちょっとその部分が間違ってるというか、よくないので、えっと、今からは話さずに、えっと、この巡回成績問題の話を進めていこうと思います。どうしようかな。今、ちょっと切りがいいから、ここで休憩をしてしまった方がいいかな。じゃあ、巡回成績問題をちょっと定義して、えっと、復習をして、そこで休憩しましょうね。巡回成績問題、もう一度、えっと、どんな感じだったかっていうと、まあ、グラフの問題として捉えっていうっていう話でした。 で、まあ、向こうグラフにあ、で、えっと、やるのはこの対称巡回説明問題です。で、えっと、まあ、向こうグラフで考えるという形になっていて、まあ、都市の集合をラージ V。で、えっと、すべ、えっと、ての都市の間にこの辺があるというふうに思っているというような形のグラフを考えますということでした。で、まあ以、以後ですね、この都市のことを頂点と言ったりすることもありますので、それはちょっと、あの、ご了承くださいということになります。 で、えっと、この時に、えっと、01整数計画モデルとして、このダンチック、ファルカーソン、ジョンソンのものがあるってことで、これは、えっと、今までずっと使ってきたというやつですね。なんだったかというと、えっと、各都市において、そこに接続する辺がちょうど2つ選ばれると。で、あと、このなんか、部分巡回路受去制約と呼ばれる、なんか、ややこしい制約があるという形になってました。で、各変数は0から1を値を取るという形だったということですね。で、まあ、これを使って考えていくと。で、えっと、これの、 えっと、ラグランジュ緩和っていうのを考えていきたいという話を今からしていくということになります。はい。で、まあ、この部分ですね。この部分は、えっと、まあ、次のように書くことになりますと。で、これ何かというと、えっと、i という頂点があったら、このラムダ、いやいやいやデルタ i。デルタ i っていうのは、i を端点とする辺の集合を表しますと。で、 だから、えっと、そのデルタ i から e を取ってくるっていうことは何かっていうと、i に接続する、i を端点とする辺 e をすべて持ってきて、xe の和を取りましょうと。で、それがイコールに出ないといけないですよっていうのが、この赤い部分の制約になりましょうということでした。で、まあ今後この書き方をしていきます。っていうことになります。で、やりたいのは、まあ言った通り、この問題のララグンジュ関和を作るってことです。あ、すいませんね。 なかなか目標までいかないから、えっ、ー、と、じゃ、ちゃんとやってみます、ね。で、えっと、今までやっていたのは、えっと、この線形,計画線形計画緩和です。何度だったかっていうと、この0から1しか値を変数取りませんよっていうふうに聞っていたのを、0以上1以下に変えますよっていうのが線形計画緩和でした。はい。で、今からやりたいのは、この線形計画緩和じゃなくて、えっと、別の緩和、つまりラグランジュ緩和っていうのを作りましょうっていう話になります。でですね、この線形計画緩和どう解くかっていう話は、まあ、あの、あれですね。 えっと、あの、分子じゃなくて、切除平面法のところの2回目のところの話でやったことだったんですけども、えっと、まあ、一応、だからこれ、まあ、頑張れば、もちろん解けるわけです。で、我々の解き方知ってるんですけども、今から作るラグラ,ラ,グランジュ緩和は、実はですね、頑張ん,んなくても解けるっていう非常にいいものになっているっていう話になります。で、それが今からやることです。この巡回セルスマン問題のラグランジュ緩和として良いものを作るということになります。 で、えー、っと、これ、割となんか、いろいろといいことがあるんですけども、まあ、その、なんでいいのかってことは、今から、この、休憩の後でやっていくことによって、明らかになるということになります。で、これはですね、あの、ヘルドとカーっの論文のもう、長いですけども、えー、っと、それぐらいの年代の、これ、すごく古いアイディアなんですけども、 えっと、それでもですね、あの、非常に重要なアイディアなので、今から休憩をした後にご紹介していこうと思います。ではですね、休憩をしますので、ちょっと待ってください。また、えっと、時計出しまして。じゃ三3分休憩をします。じゃあ、ちょっと、教師の方はすいませんが、えっと、関係の方を協力お願いします。はい、では、休憩します。 風が強いん <laughs> です。 はい。それでは、時間になりましたので、再開します。じゃあ、換気の方、ありがとうございました。今日は寒いので、ちょっと換気も大変という感じなんですけども、はい。ありがとうございます。それでですね、あの、やっていくことは、今言った通り、この、巡回セルス版問題に対して、ラグランジュ緩和を適用しましょうということです。で、先ほど言った通り、あの、ラグランジュ緩和の付き方っていうのは、一通りじゃないわけです。その、今、この解きたい問題、 あの巡回政策問題の選挙計画あ整数計画モデル、右に書いてありますけども、まあ、なんかいろいろとこう制約あるわけです。だからそのどの制約を、どれぐらい、どれぐらいってか、どの制約をあのそのラグランジュ緩和の,その所状に載せるのかっていうことによって、救われるラグランジュ緩和問題っていうのは変わってくるんですけども、まあ、ここでは、あるいはそのこのヘルド・カープの論文では、次のように考えてますということをご紹介します。 でどうするかっていうと、まずですね、問題自体を書き換えます。今解きたい問題、その元々のこの整数計画モデルっていうのは左に書いてあるものなんですけども、それをですね、右の問題に変えます。でこれはですね、許容領域は全く変わりません。ただですね、えー、っと、なんか制約が増えてるような感じの見え方になってます。で、どんな形でやってるのかってことをまず説明します。えー、っとですね、 えっと、左において、元々の問題においてですね、ここにですね、その各頂点に接続する辺をですね、ちょうど2つ選びますっていうような制約があるっていうふうに言いました。で、これはですね、右の方では、えっと、ここの2つの部分に対応します。で、どういうふうになってるかっていうと、元々は、えっと、この、元々は、元々、ちょっと待ってくださいなんか、えっと、こうだ。元々はですね、元々は、 えっと、このすべての頂点、I に対してこの制約があるっていうふうに書いていたんですけども、この頂点として1番だけを、えっと、下に、あの、取り出してます。で、1番以外の頂点に対して、えっと、えっと、 同じ制約が残っている。こういう形になっているのが、この、この書き換えです。だからこれ書き換えといっても、ただ単に、えっと、左では、すべての頂点って書いてあるのが、えっと、一番だけを、この、取り出して分けてるっていうのが、右の書き方であるというふうに思ってください。だからこの部分は、本質。みたいな、何も変わっていません。で、えっと、その下にですね、この、いわゆる、 部分巡回路自己制約があるんですけども、あ、部分巡回路自己制約と、えっと、01制約っていうのがあるんですけども、これは、この右側の書き換えにおいては、そのままここに残っています。ですからただこの部分も変わってません。で、そうすると、えっと、右の方であと違うのはですね、この真ん中にですね、なんか、あの、得体の知れない一つの等式が、えっと、付け加えられていると。付け加わっているということになっています。 で、これは何なのかってことになります。で、まずこれの意味を説明するんですけども、意味は何なのかというと、ちょっと見にくいからちょっと書いたものを消しますが、えっと、これ何なのかというと、これですね。何なのかというと、これ左辺の方は何を表しているのかというと、えっと、すべての辺 E、スモーリー、e、すべての辺スモーリー、e、に対して XE とを足すということになっています。 つまり、これは何なのかというと、もともとこれ x 以降0と1の値しか取らなくって、1を選ぶとその辺は選ばれる、使われるってことを意味していたってことを考えると、このえっと左辺の方は何を書いてるかっていうと、これは、えっと、選ばれる辺の総数を表しています。選ばれ選ぶ。選ばれってます、ね。選ばれる辺の総数を表しているのがこの左辺です。ですね。 で、それが、えっと、この右辺、右辺、頂点数と等しくなくてはいけませんよ、という制約です。で、それがなんか突然増えてます。突然増えている。で、これ突然増えているんですけども、これは実は、えっと、この元々の解きたい問題の、この、この制約ですね。この各頂点の、に接続する辺がちょうど2つ選ばれるっていう制約から、えっと、この、えっと、すべて、えっと、 全体で選ばれる辺の総数が頂点数と等しいということが導かれます。なんでかというと、今ですね、これ式でやった方がいいかな。式でやった方がいいか直感でやった方がいいやってことを今、えっ、ー、と、迷うんですけども、なんか式でやろうとすると今間違えるかもしれないんで、直感でやりますね。直感でやるとですね、今、えっ、ー、と、左の方の、えっ、ー、と、モデル化においては、 各頂点を見ると、そこに出てくる辺がですね、こう、ちょうどこう二つずつ選ばれてるということを、えっと、言ってるわけです。それが、えっと、ここの、えっと、もともとのここですね。この、えっとえ、部分の制約になってるということになってるわけです。ですかね。で、そうすると、えっと、そうすると、えっと、これをですね、この、ええっとこの、ここでこの選ばれた、 点の方。点の方から。点の方から見ると、これは、えっと、選ばれた辺。それはいけないかな。でちょっとこれは、やっぱり、うまく、うまく言えないな。うまく言えなくないけども、ちゃんとやってきますねで。で、そうするとですね、えっと、今、この各頂点に対して、この、あの、その辺に接続する辺が、二つずつ選ばれてるんですけども、一つの辺には、えっと、その端点が、ね、二つあるわけです。二つあるわけです。一つの辺には。 ということなので、ということなので、えっと、このですね、各頂点に対して、この、えっと、二つ辺を選んでますよっていうのを、すべての頂点に対して差し合わせると、えっと、えっと、ここでですね、えっと、この、えっと、出てくる、その、選ばれた辺の数っていうのが、 えっと、ちょうどこれになることがわかるわけです。全然説明になってないな。わかりますかねわかるかな私はわかるんだけど、私はわかるとか言っちゃいけないな。えっと、説明、わかりますかとかってちょっと説明がうまくいかないんですね。えっとですね。あの、グラフのことの方はですね、あの握手放題、握手放題っていうのを使うと、ま、すぐ見えるんですけどもだ、だからこれを説明すればいいのかな時間があるかな あんまないな。えっ、ー、と、握手答えっていうのがあって、えっ、ー、と、その時と同じ議論をすると、この、これですね。えっ、ー、と、各頂点に接続する辺がちょうど2つずつ選ばれると、最終的に選ばれた辺の数っていうのが頂点数と等しくなるってことがわかります。ちゃんとやりましょうかね。もう少し。でこれで、これちゃんとやろうとすると、ちょっと、 ややこしいんで、えっと、雰囲気でやろうと思ったんですけど、じゃあ雰囲気でやるんだったらもっと、もっと雰囲気でやろう。えっと、今、えっと、ここに、まあ、例えばですね、えっと、実際、こう、なんか、巡回路があるとします。こんな感じで。巡回路があるとします。で、そうすると、この巡回路っていうのは、えっと、どの頂点を見ても、そこに、えっと、接続する辺が2つずつ選ばれてるっていう形になっているわけです。で、えっと、そうなんだけども、その選ばれた辺、 の方から見てあげると、え、その、各辺には、えっと、そのあの、単点が2つある。各辺に出属している、えっと、頂点っていうのはこう2つあるわけです。二つあるわけです。ということになるので、えっと、えっと、選ばれた辺の方から見ると、その辺の数っていうのはちょうど、えっと、これ頂点数と等しくなっているという形になっているということになります。全然説明になってないな。わかりますかね 雰囲気は大丈夫。雰囲気はわかるけども、ちゃんと本当やった方がいいけども、ちゃんとやるのに時間がないので、ちょっと今ごまかしてます。という形になります。よろしいですかすいません。いいですかね。という形で、まあ、何,を言いた何を言いたかったかっていうとこの、この選ばれる辺の本数が、えっと、頂点数と等しいですよという制約は、もともとあったこの制約から、ただ単に導かれるものなので、これを付け加えることによっても許容領域は変わりません。 まず、ま、それが重要。それを言いたかった。ということになります。で、これ付け加えた問題考えます。これ考えます。で、これに対して、えっと、まずですね、制約をちょっと除去します。今、これ、左側の問題が先ほどの右側の問題でした。で、これに対して、えっと、一部の制約を取り除きます。で、何を取り除くかっていうと、この左側の問題と右側の問題で変わっているところは、このですね、えっと、 今、色を描きたかったんですけども。えっと、ここですね。この部分、順回路、自己制約の部分だけです。で、元々の問題においては、この S っていうのは、えっと、全体集合 V と空集合以外の任意の部分集合を取ってくるという形にしていました。で、それをですね、この制約を除去した問題においては、S として位置を含まないものだけ、位置という頂点を含まないものだけを取ってくるというふうにします。 でそうすると、えっと、右の方の問題では、もともとの問題よりも制約が減っています。減っていますから、えっと、左、えっと、右の方が、えっと、許容領域が大きい。これ、これ書きましょうね。P の、大きいじゃなくて、えっと、小さくならないよう、ね、に。だから、えっと、含まれてるってふうにた方がいああ、しまった。なかなか、なんか、 なんペンタブで上書くのもあんまり慣れなくって、うまく書けないんですけど、P の許容領域、P の許容領域は、えっと、P プライムの許容領域に含まれるという形になります。それはあの、P プライムにおいては、あ、P プライムこれですね。P プライムです。P 許容 p' においては p の制約をいくつか取り除いているからですね。そうすると、今これ最小化問題ですから、最小化問題ですから、えっと、共有域が大きくなる方が、えっと、最適値が小さくなる可能性があります。ですね。いう形で、えっと、この p の最適値と p' プライの最適値の間にはこのような代償関係があるということになります。ここまでよろしいでしょうか で、この P' に対して先ほどの、えっと、ラグランジュ緩和を作るというプロセスを適用します。で、どう適用するかというと、ここのですね、この等式ですね、この等式制約、これをこの、えっと、目的関数に持っていくということをします。いいですかね。これ何だったかというと、えっと、1以外の頂点に対して、その頂点に接続している辺をちょうど2つ選びますよっていう、 制約です。で、それはここに来ています。で、それは1以外の頂点全てに対して行うので、あその、えっ、ー、と、頂点 i に対しては、このラムダ i という係数をかけましょうという形になっています。で、その内積としてこう和が出てくるという形になっています。で、他の制約はそのまんま。で、こういう形で、このラグランジュ間は L ラムダっていうのを作りましょうという形になります。で、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、この緩和したのは、 等式制約なので、このラムダに対しては何の制約もありません。だから、このラムダは0以上である必要はありません。いいですかという形で、このラグランジュ関護を作ります。でそうすると、先ほどの一般論から、この L ラムダの最適値っていうのは、元々の問題の最適値の可解になっているということが言えるわけです。で先ほど言った通り、この左には、P の最適値っていうのがあったので、 えっと、この L ラムダっていうのが P の最適値の価格になっているということは、えっと、ここから入れるということになります。ここまでよろしいでしょうかで、こんな形で、この L ラムダっていうラグランジュ緩和を作ります。よろしいですかで、実はですね、このラグランジュ緩和、これなんか見た目はややこしいんですけども、これがですね、簡単に作っちゃいます。ってことを今から言っていきます。 ここまでいいですかだから、えっと、この L ラムダの最適値が P の最適値の下値になるっていう、この欲しい性質はまず得られてます。得られてますし、えっと、なんだっけ。この、えっと、共有領域も、もともとの問題の共有領域よりも大きいっていう、あの、性質も得られてます。で、あとだから欲しいのは、このラグランジュカウンが簡単に解けるっていう性質なんですけども、それを今から見ていきたいと。 ということになります。で、そのためにはですね、この制約、残っている制約、これは何なんだってことをちょっとですね、真剣に見る必要があり,ありますし、ここの、えっと、目的関数をなんか嫌な形してるというか、なんか複雑な形が、複雑な感じがするので、それをちょっともう少し見やすい形にしましょうということを今からやっていきます。はい。 でですね、まず、えっと、この、えっと、無手関数、これ書き換えましょうと。で、そうすると、これ、あの、xe が、この前の部分と後ろの部分の,の両方に出てきているので、これをまとめましょうということをします。で、そうすると、えっと、こんな形になります。xe の係数はこれになります。で、これは何なのかって言われると、ちょっとややこしいかもしれませんけど、まあ、これ式を書き換えただけだと思ってください。で、ここに、2×λ ラムダ i の和っていうのが、後ろにこう、残って出てきます。 にかけるラムダ i の和。残って出てきます。で、ラムダ、ラムダは今これ定数ですから、この後ろの部分のこの x に依存したいないのかこ、これは定数です。ただからこれはそのなんか、どのように x を決めようが変わらない。で、前の部分は、えっと、x、e、に何かがかかっていて、その和になってるっていう形なので、この x、e、にかかっている部分っていうのは、これはなんか新たな係数だと思いましょうと。して、これを今これ d'e と置くことにします。今これあの、まあ、だからこの、 点 E の長さが、ここに書かれているようにな、新しく設定されたというふうに思ってくださいということになります。ただし、この、今、このラムダ I の割って、ここに書いてあるもの、ラムダ I は別に正である必要もないですし、負である必要もないので、この DE マイナスなんとかかんとかっていうものが、負になる可能性はあります。でそういう意味で、これを長さと言ってしまうのは、あんまり適切ではないかもしれませんけども、ま、ここでは、ちょっと、あの、わかりやすさというか、えっと、 あんまりそういうことは、細かいことは気にせずに、長さというふうに呼んでしまっているというふうに思ってください。ということで、なんかその XE に何かこの、あの、長さがかかってきて、それの輪を取ってるって形になっているので、えっと、まあ、そういう目的関数になっているということはわかるわけです。だから、ここはこ、あの、普通の中、線形目的関数です。で、じゃあい、一方で、この、制約の方、なんでしょうと。まずですね、XE はこれ0から1っていうのは残ってますから、つまりその、 各辺 E に対してそれを使うか使わないかってことを選択するっていうことは、ここで行いたいことになります。で、その選択される辺というのが、この上に書かれている3つの制約を満たしていなくちゃいけないということになります。で、それを順番に見ていきましょうと。はい。で、今ですね、この、まあ、これグラフの状況だと思っていただいて、この頂点1だけがなんかの特別視されているというふうに思ってください。 で、この初めの制約、これは何かと言ってるかっていうと、頂点1に接続する辺がちょうど2つ選ばれますっていう制約になってます。で、その前にかなちょっと順番がちょっと思い出せないんですけども、あ、そうですね。まずそうですね。この頂点1に接続する辺がちょうど2つ選ばれます。こんな感じ。こんな感じで頂点1に接続する辺が2つ選ばれるようなものが、この問題の評価になってますと。 で、全体としては、これですね、全体としては、頂点数分だけ辺を選ばなくてはならないというふうに書いてあるのが、この二つ目の制約です。で、そうすると、1に接続する辺は、すでに二つ選んでるってことになるので、残りの部分、残りの部分で、頂点数マイナス二個の辺を選ぶということになります。じゃこれですね。辺の総数は、えー、っと、頂点数なので、この頂点1を取り除いた部分、まあ、これ、これ黄色で書いてるんですけども、 見えますかね見えないかもしれない。この部分からは、頂点数マイナス2個の辺を選ぶことになります。で、それをどう選ぶのかってことを書いてるのは、この部分です。で、この部分は、えっと、1を含まないような頂点集合 S に対して、部分巡回路、自己制約がついてる。という形になってるわけです。つまり、この中では、閉路があってはならないってことになります。ここには閉路がない。 っていう感じで、こういうもの。あ、今、インターネット接続が不安定なってしけど、大丈夫かなはい、えー、っとですね、このようなもの。だから、この黄色の部分、ここでは、平路がない。で、ここには、この黄色の部分ですね、ここには、頂点が、えー、っと、V の要素数マイナス1個あります。ので、そこから、えー、っと、V マイナス2個の辺を選ぼうとして、平路がないようにしようとすると、この黄色の部分では、えー、っと、 黄色の部分でだけを見ると、この黄色の部分の、えー、と全域儀が作られていないといけません。それはその頂点数と辺の数の比較からわかります。と、平度がないという性質がわかります。ちょっとこれはなんかグラフに慣れてないと、本当かどうかわかんないかもしれませんけど、それは正しいです。で、なおかつ頂点1のところでは、えっ、ー、と、辺が2つ選ばれている。こういう形になっているというような構造が、えっ、ー、と、この ラグランジュ緩和の評価として出てくるということになります。で、この性質を生み出すものの中で、この D'E の和が最小になるものを作りなさいというのが、このラグランジュ緩和、L ラムダという問題になっているわけです。この中で D'E の和が最小であるものを作りたいという問題になっているということになります。で、こういうもの。 っていうふうに今言ってるんだけども、これに名前がついていて、これを1期というふうにヘルドとカープは言いましたということになりますで。それが次のページに行きます。はい。今じゃワントリーというものを定義します。まあ、向こうグラフがあって、一般的に、で、頂点集合は1から n っていう形になっているとします。で、一期と、このグラフの1期といったら何かというと、えっと、この1以外の頂点、2から n の部分に、まずこう、木を作ります。 先ほど思う木を作ります。で、その木に頂点1に接続する2辺を付け加えたもののことを1基と言います。つまり、先ほどのラグランジュ緩和の境界のことを1基と言いますということになります。よろしいですかよろしいですか ?1 以外の頂点の上で、その木を作って頂点1から接続する2辺を付け加えたものです。で、 先ほど言った通り、今作ったラグランジュカワの境界は1気となってますし、逆も正しいです。1気が必ず境界になります。で、もう一つ重要なポイントがあって、普通の巡回路があったら、これは必ず1気です。今この右の図あるんですけどこれは、えっと、巡回路を書いてます。で、巡回路これ必ず1気になります。なんでかっていうと、巡回路を見ると必ず頂点1から2はあの2つ、えっと、辺が接続していて、1以外のところを見てみると、これは、えっと、次になってるわけです。 これはその道と呼ばれる木になっています。木というのは連結で経路を含まないグラフです。で、この黄色の部分だけで見るとそういうふうになっていると,ということなので、巡回路は1木なわけです。だから何かというと、先ほどのこの前のページのこのラグランジュ緩のこのラグランジュ緩和問題を解いて、よくわかんないけども、そのえっと、この D'E という長さの和が最小であるような一木を作ったときにそれが えっと、偶然、巡回路である。ならば、その巡回路は、元々の P という問題、つまり、巡回路性質版問題の最適解です。これ、そのさ、あの、前のこの線形計画緩和の時と、なんか同じような議論で、それが幸運が起こると、その最適解がパッと求まってしまうっていうことが、この場合にも言えてしまうということになります。いいですかだから、この巡回路が一義になっているっていう性質は割と重要です。 で、もう一つ重要なのは何かっていうと、この1基の中で先ほどの重みを最小にするものが簡単に見つかるということです。で、どういうふう、なんでかっていうと、そもそも1基というのはパずコンの部分の比をまず作りますと。で、それに頂点1に接続する2つの辺を付け加えれば1基になるんだから、そういうものの中で一番重みが小さいものにつけようと思うんだったら、とりあえず1という頂点を忘れて、その 残った部分で、まず、重みが一番小さい全域を作ります。で、それは、クラスカル法とかプリム法とかいろんな方法があって、効率よく出るってことを皆さん知ってる。私も知っている。みんな知っている。ことはで,できます。で、それをやった後で、頂点1に接続する2つの辺の中で、重み、長さが小さいものを選べばよいと。ということになります。だからこれは、クラスカル法プラス、ちょっと。で、簡単に一番、 良いものが計算できるということになります。で、これは、この、巡回セーフマン問題の線形計画緩和を解くときに、我々頑張っていろんなことを、えっと、やっていたわけですけども、そんなことをやらずにも、やらずに、この最適な位置というのは簡単に求まるということがわかります。すごいですね。まあ一応書いてあるので、次のページ見ますと、 これですね。だからこの最小重みの1級をどうやって求めるかというと、今言った通り、まず2から L までの頂点の上で最小重み全企業を求めます。で、この黄色の部分が埋まると。で、あとこれ頂点1に接続する辺を選ぶんだけども、それは頂点1に接続する辺の中で重みの小さい方から2つを使ってあげればよろしいということになります。 先ほど言った通り、この最小もみ全規を求めるところは、皆さんよく知っているような、まあ、クラスカル法とか、まあ、他の方法でもいいんだけども、まあ、いろんな方法で効率よく実行できると。いうことになりますから、この最小もみの一置を簡単に求められますということになります。で、これによって、先ほどのラグランジュ間は問題、簡単に解ける。効率よく解ける。もうそちらのと言うと多項式時間で解ける。多項式時間で解ける 簡単に解決したくないですね。ということになります。よろしいですかだから、なんか我々が、この、なんだろうな、線形計画緩和、この、巡回性素問,問題の線形計画緩和を頑張って解くために、いろんなこの切上平面法とか頑張っていたのは何なんだろうっていうふうに、虚しくなるかもしれませんけども、まあ別に虚しくなる必要はなくって、まあこういうのが、まあ、二つの別の方法があるというふうに思ってもらえばいいわけです。一方で、ここは自由ですけども、一方で、これでできたのは、ある一つの、 このラグランジュ緩和の最適化が求まったというだけです。で、ラグランジュ緩和というのは先ほど初めの方に言った通り、このラムダという定数をどのように選ぶのかによって、この性質というか、えっと、性質というよりもその、要素が変わってくるわけです。ラムダの値によって、この最適値これ変わってくるわけですから、できるだけいいラムダをまあ求めてあげられると嬉しいなってことにはなります。ただ、そのようなラムダをどのように見つければいいのかっていう話は今まで全然してません。 だから今やってるのは適当にラムダを決めてあげるとそのラムダに対してこの L ラムダというラグランジュ緩和の最適解が簡単にクラスカルフォープラスなんとかで求まりますよということしか言ってないわけですね。で、本来はそのなんか一番いいラムダっていうのも見つけてあげたいわけです。で、そこについては今何も言ってません。だからなんか線形計画緩和は あの、解くのは難しい。えっ、ー、と、まあ、解けるけども難しい。で、ラグランジュ緩和は解くのは簡単というふうになんか言ってるのは素晴らしいように思うんだけども、一番いいラグランジュ緩和を求めるっていうのはまた別の話なわけです。で、それはどうするのかって言われると、それは次回になります。本来欲しいのは、この最強ラグランジュ緩和です。一番良いラグランジュ緩和。 なんだけども、それをどのように見つけるのかってことは、実は次回の話になって、まあ、列公配法っていうアルゴリズムを使うことが多いんですけども、ある種の国際的化問題に対するアルゴリズムを使うことによって、この最強ラグランジュ和を見つけるってことをよくします。で、それか、その先ほど挙げていた、あの、1970年、71年のヘグドとカープの論文でも行われていることになってまして、まあ、この手の問題ではよく使われる方法になっています。で、実はこの列勾配法っていうのは、 そんなに簡単なアルゴリズムではなくて、まあ見、見た目、簡単なんですけども、えっと、そんなに、あの、簡単なアルゴリズムではなくって、まあ、いろいろとややこしいことがあったりします。まあ、これ次回やることなんですけども、まあまあ、だからそれも含めて考えると、この線形計画緩和を解くことと、この最強ラグラジュ緩和を求めるってことが、まあ、どれぐらい、あの、なんだろうな、比較可能なのか。 ってことは、また別の問題になってくるんですけども、まあ、そこら辺の議論はあんまりこの授業ではしないことになりまして、まあ、そうであっても次回はこの最強ラグランジュ範はどのように計算するのかって話をしようと思います。はい。ではですね、残りの時間なんですけども、 この線形計画問題と最強ラグランジュ緩和の関係っていう話をちょっとあのほあの補足というか、あのおまけのよう,なような形でしたいと思います。なんでかというと、はじめに言った通り、このラグランジュ緩和っていうのは、えっと、整数計画問題だけではなくて、いろんなあの数字最適化問題に対して適用できます。でそれをですね、普通の線形計画問題に対して適用すると何が起こるのかってことを今から説明していこうと思います。でそれはこんな形です。 で、えっと、ここではですね、あ、だからまず今言ったことですね、これですね。ラグランジュ関和は数理最適化問題に一般に対して適用できます。で、今、左に書いてあるのは、えっと、線形計画問題です。そこれらが P と書いってしまうと、先ほどもなんか整数計画問題のようなイメージを与えてしまいますけども、これは今、線形計画問題です。だから、えっと、整数制約ありません。で、えっと、等式標準形なので AX イコール B。 x がが以上っってててこういうういいいい制約がついてるというふうに思ってくださいで、この ax イコール b っていうこの等式制約を、えっと、そのまんま、ラグランジュカンはします。ラグランジュカンはするっていうのはそれをなくして、えっと、目的関数に持ってきます。で、えっと、この係数はラムダですで。今これ等式制約ですから、ラムダに対してはこれ制約ない。0以上である必要はないという形になっています。ですか で、えー、っと、これラグランジュ緩和なんですけども、その時の、えっと、ラグランジュ相対問題って言ってるのは、このラグランジュ緩和の最適値を最大にするようなラムダを選ぶ問題という形で書けたということになってました。いいですかね。で、このラグランジュ相対問題、これ,これ何なのか、これをちょっとよくあの見てきます。これを考えていきます。でそうすると、次のときですね。今ですね、この、えー、っと、目的関数ですね。これ書き換えてみます。 でそうすると、えっと、この、後ろの部分を、これ展開すると、えっと、ラムダ点値 B っていうのが出てくるんですけども、これ内積なので、これ B 点値ラムダと入ってもこれ変わりません。同じものになります。で,す、ねで、残っているところには必ず X が入ってるんですけども、まあ、C 点値 X、これがこの CX、ここになります。で、後ろにですね、えっと、ラムダ点値マイナス AX っていうのがあるんですけども、まあ、その部分は、だからつまりこれマイナス、あ、書けなかった。 えっと、マイナスラムダー点値 AX なんですけども、これは、えっと、書き換えると、マイナス A 点値ラムダー点値 X になります。わかりますかね今、この、えっと、この部分、この部分がまあ同じになっているということですね。で、えっと、で、それで、えっと、書き換えたのがこの部分になります。あ、この部分、ちょっと今、色をつけてしまった。あれ消えないな。 えっと、これですね。この部分になります。というん、って形で、この X の前に C-A ンチラムダの点値がついてるという、こういう形になっているというふうに、この、元々のこの目的関数が書き換えられます、はい。で、この後ろのこの C-A ンチラムダ点値 X っていう部分、これは、えっと、C-A ンチラムダっていうベクトルと、X というベクトルの内積です。だから、えっと C-A ンチラムダの大 i 成分と Xi の和、 という形で、この青い部分、これは書けるわけですで。そうすると、えっと、ラムダが今定数であると思うと、この目的関数は、えっと、B 点値ラムダ、これはもう一つになんか決まった値になっているわけです。で、X が変わると、この後ろの C-A 点値ラムダ点値 X っていう部分がこれ変わっていくわけです。ただし、今、これは先ほど言ったうこういう内積になっているわけです。 でそうすると、ラムダを今固定するなな、なんかラムダが与えられた定数であるとすると、この部分を最小化するのは実は,実はこれ簡単になります。なぜかというと、この項を一つ一つ見ていけばいいからですで。特に、もしこの c a チラムダ i っていうのが負であるとすると、あまず重要なのは、x が0以上っていう成がついてます。で、もしこの c a チラムダの i 番目の要素、成分が、 ゼロ未満、負であるんだったら、どうすればいいかっていうと、xy をすごく大きくしてあげると、あげることによって、この目的関数全体がマイナス無限大にいってしまいます。だから、その時には、この最小値っていうのはないというか、だから、まあ、あの、えっと、問題自体が非憂化になってしまうということになります。だから、ここなんか、目的関数じゃ非憂化って書いてますけども、だから、ちょっとこの書き方はあんまりよくなくって、まあ、本来はこの中の問題ですね。これが、まあ、非憂化になるという形になります。 で、そういうふうになってしまうと、えっと、そのような場合に、あそのようなラ,ラムダにおいては、この最大化は行われない。ってことになります。だから、えっと、この、えっとラ、ラグランジュ装置の最適値を取るようなラムダにおいては、えっと、この c-a 点値ラムダ i っていうのは負にならない。ってことになります。じゃあ、逆に、えっと、 そうじゃなくって、この c a チラムダ i っていうのが0以上だったら、どうなるのかっていうと、今この我々の目的は、この中の問題の目的は、えっと、最小化したいっていうふうに言ってるんだから、この係数の部分が0以上だったら、xi を0としてしまえば、この全体これ0になります。ということで、それによって最小化ができるいうことになります。わかりますかいいですかで、そうすると、えっと、この、えっと、最大値を取るようなラムダ、 を考えるときには、必ず、この後ろの部分、これゼロになります。だから、後ろの部分がゼロになるような中で、B 点値ラムダを、えっと、最大化したい。っていう問題が、このラグランジュ装置問題になっているということになります。わかりますか このせ、この条件は満たしていなくちゃいけなくって、この条件を満たしながら B 点値ラムダが最大化できれば、このラグランズ装置問題が解けます。ってことになります。いいですかつまり、このラグランズ装置問題はそういう問題なわけです。そういう問題は何なのかっていうと、各成分、この C-A 点値ラムダ i が全ての i において0以上という制約のもとで B 点値ラムダを最大化するという問題です。 だからそれは次の問題なんです。こういう問題なわけです。この部分を今書き換えとこうなります。A 点チラムダが C 以下という形になります。で、それでその制約のもとでこの B 点チラムダを最大化したいってこういう問題になるわけです。で、これがこのラグランジュ小対問題と等価になるわけです。いいですかで、これは実は元々のこの線形計画問題があったんですけども何だったかっていうと、minc.x で、条件が ax イコール b っていうのと x が0以上。で、この問題の相通問題そのものです、これ。相通問題を作るときには、我々前はこのラムダじゃなくて y っていう変数を使っていたんですけども、まあ、その y を使わずにここではラムダと書いてあると思ってください。で、それによって、ここにつか作られたこの問題っていうのは元のこの p という問題の相通問題そのものです。つまり、線形逆角問題。 に対して、ラグランジュス緩和を作って、ラグランジュ送追問題のっていうのを作ると、実はこのラグランジュ送追問題っていうのは、もともとのこの P、線形結画問題の送追問題と全く同じ問題になります。ということが分かりました。ということです。だから別の言い方すると、このラグランジュ送追問題っていうのは、この線形結画問題においては、普通の送追問題と同じ問題になっています。はい なんからそういう意味で、このなんか相対問題と呼ぶことがなんか正当化されるような気が,気がしてきますし、これは別に言ったとすると、このような形でこの線形計画問題の相対問題っていうのが導出されるっていうふうに思ってもらっても構いません。<music> ということでまとめると、まあ、こんな感じです。ラグランジュ相対問題っていうふうに呼ばれるものと、えっ、ー、と、普通の相対問題っていうのがあるんだけども、実はこれは等価ですと。まあ、特にラムダスターっていうのがラグランジュ相対の最適解だったら、 それは、えっ、ー、と、元々の D という問題の最適化にもなっていると。逆もそうです。ということです。で、こんな感じで、そのラグランジュ、えっ、ー、と、緩和とか、ラグランジュ総追とか、最強ラグランジュ緩和っていうものが、普通の意味でも総追問題と、えっ、ー、と、関係があるってことが、いろんな場面で出てきたりします。で、えっ、ー、と、ここでは、その、線形計画、 問題に対してそういうあの話をえっとご紹介しましたけども、まあ、他の部分でもいろんなところでこの数理最適化においてはラグランジュ緩和とかラグランジュ装置というのが出てきていろんな良い性質をあの我々にもたらしてくれる重要な道具になっているという形になっております。はい。これでえっと今日の内容は終わりになります。で、次回は先ほど言った通りこの最強ラグランジュ緩和っていうのをどのように求めるのか、このラムダースターっていうのをどのように求めるのかっていう話をしていくということになります。 で、まあ、それはアルゴリズムの話なんですけども、列勾配法と呼ばれる、ちょっと特殊なというか、まあ、特殊というか、あの、よくあるアルゴリズムなんですけども、まあ、それをご紹介するというような形にしたいと思います。はい。それでは今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございます。では、残った時間、まあ、5分ぐらいありますので、えっと、クラスルームの方に行っていただいて、えっと、今日のコメント、また出していってください。よろしくお願いします。はい。では、終わりになります。ありがとうございました。